夢は叶う。こんにちは、チャッキー王子です。今日は、えー、僕が大好きだった、でゴジラとガメラの、えー、特撮のお仕事に参加した時のお話をいたします。えー、本当に子供の頃からずっと怪獣が大好きで、いつかはゴジラとかガメラの、えー、触りたい、見てみたいっていう気持ちがあった、 のが子供の時の意味でしたが、やはり現実になりましたね。え特、ー、撮ス,スタジオで働いていた僕は、えー、最初はゴジラでした。えー、ゴジラの、えー、ゴジラ対モスラ。一番ヒットした平成ゴジラですね。えー、それのミニチュア担当として、えー、ミニチュアを作りました。で、ゴジラの着ぐるみもちゃんと見ました。で、えー、一つ夢かなったと思ったら直後に、 えー、今度はガメラ大怪獣空中決戦、平成ガメラ三部作の一作目の制作というか、えー、に携わることになるんです。樋、えー、口ひぐち組、ひぐち特撮監督、シングルトラマンの監督ですね、えー、特撮を担当して、ひぐち班にいました。僕は何をしたかというと、本当のビルの写真を撮ってくるんです。で、それを、えー 箱をまっていって、まあ、あの、ね、スタッフとかやったらわかるんです切り木でできた箱があるんですけど、拡大した写真をそこに貼って、行ったか、あたかもですね、遠近法を使って奥に置くんですね。だから奥に置くことによって、えー、手前のリアルなミニチュアと違う形ですが、奥行きがある、えー、ビル群っていうか、東京の街並みを再現することに成功しました。 一番気を使わなきゃいけないのは写真なので、えー、反射、照明の反射があるんですよ。それを回避するために、やっぱり、